今回は1112話のちょい店を見た読者の反応集をまとめました。それではどうぞ。ナス星全部止めたのか早いな。影武装しとる。こいつだけ五老星の中でも明らかに強いような、しかも他と違って人間の部分を残して戦闘してるしな。ナス早い上に強い。さすがナス名前がわからない頃から強いだろうという読者の期待を一身に受けた男。やだこのじいさんかっこよい。服装が死に装束っぽいからマジの妖怪に見えるな。馬に骨にジジイって最高の組み合わせっすね。12歳だろうと海軍の兵器好き勝手動かせるんだから、まあ始末しかないわな。12歳の子供が軍艦を落とせるぐらいのレーザー持ってるパシフィスタを自由に操れる権限持ってりゃそらな。前期止めるのハエナ、まともにやり合ったら全滅するんじゃねえの。これどう逃げるつもりや。刀使いならゾロと戦いそうだけど勝てそうもないな。ナス海岸をぐるっと一回りしてるから、ボニーたちがいるエルバフの船が止まってるところに来ちゃうんじゃん。こんな早かったらそれもありえそうだよな。まだ12歳ですが、あと数年待ったらね、すんごいことにことになりますよ。もうそりゃすんごいことになりますから。ああ12歳ってボニーのことかナスのことかと思った。この見た目で12歳は同情の余地しかない。実年齢12歳の少女が奥越えの海賊ってすごいよな。天竜人の血ってやっぱり元の強さや戦闘センスが備わってるものなんだろうか。身の能力だけじゃない気がする。あのエキス失敗してなかったか。まだ12歳、この続きのセリフが気になるよな。感触で何するかわからない未熟な年の子にパシフィスタの最上位権限与えるとか、怖いテロ起こしたらどうするんだとか、そういうことだろう。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。